はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、一番搾り生ビール、東京に乾杯です。横浜工場製造と書いてあります。東京の誇りを美味しさに変えて、原材料がバックガとホップです。香りも旨味も世界一に誇れる東京らしい一杯。東京都による東京ブランドの、価値発信に賛同しています。ちょっとよくわかんないですね。以前出たなんか、なんだっけ。地元系の、なんか47都道府県だっけ。あれで全部出ましたよね。あれの東京版かな。ちょっとわかんない。東京に乾杯。麦の芳醇な旨味と華やかな香りを一番搾り製法でたっぷりと引き出しながら、すっきりとした味わいに仕上げました。常に新しいものを生み出し続ける東京らしい一番搾りです。だって。47都道府県の、あ、また出たんだ。2017年の、多分、47都道府県の一番搾りがまた出たんですね。それの、今東京に住んでるから東京のあれなんだね。あ、ということですね。なんとか作りの、パターンですね。ちょっとね、昨日あたりね、ちょっとね、ベロの根元のあたりに、なんか口内炎ができたみたいで、すげえ喋りにくいんだけど。乾杯。北海道は北海道づくりなんですね。北海道に乾杯じゃなくて、づくりなんですね。なんでこれ、東京はあれなのかな？乾杯なのかな？よくわかんない。なんか、乾杯ってやつと、づくりっていうのはあるみたいですね。何が違うんだろう？飲んだ感じ。どんな感じ？普通の一番搾りと何が違うか全然わかんねえな。何が違うんだ？全くわかんねえ。一番搾りに薄い。まあ一番搾りって普通に薄いんだけどさ、何が違うんだ全然わかんない。
地元のことを東京の皆様と語り合って生まれた味わいです。目指したのは世界に誇れる一杯、嘘つけ。こんな普通の一番搾りと変わらん。アホちゃう。っていうか逆に普通の一番搾りってどこに売ってん？普通の一番搾りって売ってるんですかね。ちょっと待って、普通の一番搾りは売ってんのって。逆に売ってないんじゃね？普通の一番搾りって実は。あ、売ってないのか。売ってるのか。どうなんだろう、わからん。あ、なんか一番搾りが新しくなるっぽいですよ。新一番搾りだって。へえ。新デザイン。麦の旨味アップ、調和の取れた味わいだって。一番搾りはあんま好きじゃないんだよな、俺。大体。大体一番搾りはあんま好きじゃない。薄いから好きじゃないんだよ。ご期待くださいってなってるけど、これ、いつ発売するの？もう発売してんの？7月下旬製造品から順次切り替え予定って書いてある。ってことは7月下旬に発売ってことか。いや、まだです。うん。一番搾りはさ、あれなんだよね。見た目がいいっつうか、ラベルがかっこいいんだけど、ラベルがかっこいいんだよね。それだけですね。ラベルがね、かっこいいんだけど、飲んでみるとものすごい薄いんだよね。だからラガービールとかの方が好きなんですよ。クラシックラガーとかラガーとかの方が好きなんで。本当にあれだな。この東京の一番搾りは全くあれですね。個性がないですね。個性が全くないですね、これ。何が違う？多分。何が違うんですかね。全くわかりません。まあ基本的に俺一番搾り買わねえから。基本的に一番搾りはまずいんで買わないです。ということで、コクはないに近い。全然ないですね。もうアメリカンラガーかなっていうぐらいないですね。で、苦味もまあ苦味はそこそこあるか。香りはもう特にないですね、あんまりね。うん、これはあんまり美味しくないでしょう。1232です。ご視聴ありがとうございました。